まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店の一品を一番詳しい担当者をゲストとしてお迎えして、その誕生や今に至る歴史を語っていただく地元の物産情報番組です。1月18日の水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたしております。それでは本日出勤しています、メンバーをご紹介いたします。店長の森さん。はい、こんにちは。菊水堂より出向していただいてます。主任の鶴さん。はい、こんにちは。鶴聖火より出向していただいております。それと私アルバイトチーフの瀬戸山です。観光もてなし課より出向しております。それでは本日のゲストを紹介させていただきます。本日のゲストは平原饅頭の井出口さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では森さん、フリートークをお願いします。はい、ありがとうございます。では早速ですけども、先週 FM 担当を聞いた人。おすげー、ありがとうございます。ほぼほぼ言ってくれる人が少なくなったので、はい、突如現れるコーナーなんですけども、実はお一人いらっしゃいまして、小山さんです。ですね、お寺さんの方なんですけれども、毎週聞いてますよって言っていただきましたので、今週も聞いていただいていれば嬉しいです。以上、このコーナー終了。はい、それで実は今日何話そうかなっていうふうに思ってた時に、ちょうどいただきさんも自分のお昼時担当の、出だしのオープニングで言ってましたけども、昨日が阪神淡路大震災、はい、22年目かな、かなかでしたよね。であれで、実はですね、私、学生時代神戸に住んでて、神戸の大学に行ってたので、はい、もちろん直接会ったわけではないんですけども、はい、卒業して4、5年してから会って、でさすがにびっくりして、ですぐは行けませんでしたけども、1週間後ぐらいに行って、で、大学の時の友達とかと話をしてた中で、はい、その大学のクラブの後輩が、2人後輩、同じクラブの同級生同士で結婚した子がいたんですね。はい、で、まあ、おとなしい男子と、勝ち気な女子のカップルだったんで、でいつも、はい、もう私たちは結婚しない方がいいよって苦労するよって言ってた、言ってんで、まあ、めでたく結婚をして、小さな子供も赤ちゃんも生まれてっていうなってて、そしてその神戸のどこだったかな、芦屋の近くのマンションに住んでて、はい、でその旦那さんがその震災でそれのマンションが潰れて亡くなっちゃったんですよ。はい、で、奥さんと子供は助かって、はい、これがなんで助かったかというと、はい、前の日の夜に大喧嘩したんですよ、はいはい、夫婦で、はい、大喧嘩して、もうこんなとこにはいないって言って、はい、子供を連れて実家の京都に帰った、はい、もうね、たったこの紙一重で生きるか死ぬかなんですよ。これ喧嘩してなかったら、はい、みんな死んでたかもしれない、ね、というのでね、まあ、その確かに笑い話でもあるけども、はい、これはな、要するに人の生き死にってのは本当にわからないなというのがあって、うん、でちょっと考え出して、まあ、その後いろいろこの前の熊本も含めて震災があるたんびに、まあ、そういうふうな本当に紙一重で生きた人、はい、紙一重で亡くなった人がもうたくさんいるんだろうなというふうに思って、なんかそういうふうなのをずっと思わせてもらう最初の体験でございました。ちなみに森さんのクラブ、大学のクラブっていうのは何だったんですか。混声合唱なんですよ。のメンバーの方が、そうそうそう、いや なんかね、どんなクラブに入ってたんだとか、森さんが学生時代どういうことをしてたのかとか、すごい、ね、ずっと気になったりです、ね、実は、中学3年生の時に、はい、音楽時の音楽の先生から、はい、
森くんと、はい、通知表をの音楽の点数を3から5にしてあげるから、はい、コーラス部に入んなかったなんか、中学校の、はい、福岡県のコンクールかなんかに出るので、はい、当然男性が少ないと、はい、で目ぼしいやつを漁ってたみたいでもう速攻で乗ったんですよね、はい、分かりましたと明日から行きますと、はい、でも結局3は3のままで騙されたんですけども食べられたんだ、うん、そうそうそうでその後も高校に入って、高校が三池高校 で、はい、で三池高校はその頃、450人10クラスだったんですけども、はい、男子が多かったので、はい、10クラスのうち2クラスが男子だけの組そこに男組ってのがあったんですよ、はい、でそこに配属されて、はい、周りは驚愕でキャーキャー言うてるのにその横で男だけでしかいないというもう劣悪の時に、はい、その上の2年生の知り合いが、はい、来て、コーラス部入らん可愛い女の子いるよって言われて入るって言ってもうそのままの流れでしたね、結局卒業してこっちの大牟田に帰ってきてもう大牟田の市民合唱団に入ってとかってもう今は辞めてるんですけど、はい、別にその音楽的にそういうのが好きだってわけではないけども、まあ、不純な動機でずっと続いてるというで可愛い子はいたんですか、まあまあいましたね、いました、はい、その時コーラス部って何人ぐらいおられたんですか、三池高校はですねその頃はブラスバンドの全盛期で、はい、同じ音楽の先生が担当してもらったんですけども、はい、99対1ぐらいの関わりをしてもらったので、はい、私たちは、まあ、それでも20人ぐらいいましたけども、もうそーっと、はい、部室にうち喫茶店とかやってましたので、はい、喫茶店のワンセット全部持ち込んで、はい、サイフォンでコーヒー立てて、はい、で、コーヒー飲んでティーブレイクかなんかやってましたそういうクラブでした。はい、すいません、ちょっと私だけの話になりましたけども、はい、で今日、井出口さんに来ていただいたのは、はい、先週もちょっと先週2人やったね、先週2人でもうなんかすごいね、瀬戸山さん来てくれないし、うん、ドキャンプするし、ね、楽しそうでしたね、楽しかったです、本当か、目は笑ってないですけどすごく楽しい、真由美も参加して、そうです、真由美さんにももう絶妙なねアシストをしてもらって、うん、まあね、はい、いろんなパターンのやつを今後も、うん、正直言ってほぼほぼ人のネタもねつき始めた30回前にして、はい、でいろんなところであと半分盛り返しをしなきゃいけないので、まあ、今回も2回目来ていただきましたけども、まあ、前回とは違う切り口のところで話をしてもらえればと思って今日はピラバルマンジュの井出口さんです。でどうしようかな、来てもらった、理由は先週の話にも出てましたけども、その井出口さんと、のハイレバルマンジュの井出口さん、それから今日欠席のコーヒー屋の内田さん、そしてうちの菊水道の森と、3店舗で、お正月初っ端な久留米の夢タウンにね、はい、5日間でしたね。そうですね、きつかったですね、大変ですね、ね、やっぱりね移動距離とかも、まあ、そういうのがあるので、大牟田を出て販売をっていうのがどうかなっていうところの話をちょっとしたいなっていうふうに思っているところでした。ではちょっと私が喋りすぎて中途半端な時間になったので一曲入れてからって一曲渡した？はい、渡しました。じゃあ、井出口さんの選曲の一曲です。聴いてください。毎週水曜午後2時ヤンヨカトコ、ヤンヨカモン、ヤンヨカ情報、ヤンヨカ人が紹介するふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。はい、ありがとうございました。それでは後半に入りたいと思います。改めて本日のゲストを紹介いたします。ひらばるまんじゅうの井出口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、曲の紹介からお願いしていいですか。はい、これは、雪の花、中島美香さんの曲ですね。でこれは、はい、うちの奥さんが好きな曲で、はい、で今日
あれだったらあんまり思い出のある曲じゃないですね。入れてくれっていう感じ。奥さんの思い出のある曲を入れろというのを素直 に従って持ってきたということです。ありがとうございます。ではその前半で言いました、もちろん今日は一品ということで大人のテレミス大福っていうのを持ってきてもらいましたけども、はい、その話に入る前に先ほどの続きの、はい、オムタを出て物産をやったというところで、うん、秀口さんは、はい、この前の久留米が初めてだったんですか、オムタ以外で販売したのは。いや、2回目ぐらいですかね。1回目はちょっと北九州の方で。北九州で、はい、場所はですね、小倉の、駅っていうか、モノレールがある構内でですね、広場があってですね、その九州物産展みたいな感じ。そうですね、九州物産展。売れました。結構売れましたね。やっぱり試食をさせて、うん、はい、この前も、うん、久留米の時も、かりんとうまんじゅうのクリアンのやつを実演あげて、はい、で試食してっていう感じだった、はい、どうでした5日間。いやー、本当何が売れるんだろうと思ってちょっと考えてたんですけど、うんうんうん、やっぱり試食させたのが結構売れたっていう感じで、私もそうでしたけども、やはりその久留米まで行くと菊水道を知らない人、はい、なんか平原まんじゅうを知らない人が買いに来てくれるとなると、そうです ね最初はやっぱり平原まんじゅうの看板商品の酒まんじゅうと、はいはい、いきなりまんじゅうをメインと思ってたけども、そうです、ね、1日目に夢砕かれました。半分も売れなかったですね。やっぱそういうもんなんですよね。こちらはなんか主力だし、ちょっとあれでも、うちもそうですもんね。大牟田だと知ってもらってる前提で、あったあったって買ってもらえるのが、うん、やはり知らなければ当然主食のやつを、うん、食べるだろうし、そうですね、ね、うん、でも5日間トータルではその2つも結構挽回したんじゃないですか。そうですね、いきなりまんじゅうはもう結構挽回してですね。そうですよね。甘酒まんじゅうは最後までちょっと、ダメでしたね。その試食を出すか出さないかっていうのは非常にね難しいところで、ああいうふうに不特定多数の人がいると、うん、どれだけ試食出しても、ね、砂漠にジョロで水をまくがごとく、うん、そうですね、もうものすごい数でした。そうでしょうね。だから大体かりんとうまんじゅうもその土日はですね、大体200を6等分して、うん、だから1000個以上ってことですね。1000個以上ですね。試食です ね特に家族連れてくるから、うん、井出口さんとかも大家族ですけども、うん、そういう家族6人とかで来られるともうほぼほぼ一気になくなってしまうんですよね。そうです、一気になくなってですね、うん、また試食ハンター、はい、ね、あんまり言いたくないけども、もうプロの試食家がいますもん ね試食だけをしていく人がね、すごいあれでした ね、食い方がいや本当にそうですよ ねまるでマシンガンのことをダダダダダダーと食べてさっと行くと、さっと行ってまた1分後にまた来て、またダダダをなんか3回ぐらい繰り返すとかっていう感じですもんね。びっくりしました。やっぱりどうですか、例えば今後もそのイメタウン、この前久留米でしたけども、はい、そういうふうな外で販売をしてみようかな、もうやっぱりもういいや、オムタでいいやとか、その辺はどうですか。私の考えとしてはですね、もうどこでも行っていいよみたいな感じなんですよ。なるほどね、はい、そうですね、大牟田自身の自体のキャパっていうのはやっぱどんどんやっぱ減っていってるのは、これ間違いない事実ですからね、うん、で、行ってなかったけども、鶴さんも、はい、過去、ね、私飛散のとこしか聞いてないんですけども、はい、博多阪急、はい、あ、出来たての時に行ったんですよね。出来たての時ですね、飛散の話を少ししてもらって あまり語りたくないんですけどもまあ一つのあれだったんで、阪急、うん、ができた時に、一つの縁で1週間地下に出てもらえないかということで、いやもう意気揚々と行きました。そうだ、ね、もう絶対売れると思って、うん、で、1日目2日目に本当にもう夢砕かれ、もうなんかいるのがすごくきついぐらい売れなくて、ただすごい人はいるんですよ。もう、駅を利用している方もいっぱいいるので、なんで時も本当試食をいっぱい出して買ってもらえない、カステラまんじゅうを出しても、あ、千鳥まんじゅうを買うからとか、ひよこを買うからということで、すごくそういうことだったんで、もう目的買いをされる方はもう固定の
店も決まってるし、なんですごく難しい、大牟田から来てますと言っても大牟田でどこ?とかいうようなもうレベルでしたので、もうあの大牟田からは1店舗だけ1店舗だけです、うん、それは、はい、その同じさっき言ったけどなんか九州物産店みたいな感じのくくり、まあ、そうですね、まあ、お菓子屋さんのくくりの一つなので、あの1週間ずつずっと催事を回していくっていうような感じので大牟田は1店舗、はい、私が多分最初だったと思いますが、多分そう今まででも多分史上最悪の売り上げを出してるんじゃないかなと思ってます。なんか反省点とある、今だったら、まあ、今だったらああしときゃもう売れたかなとかっていうのは、そうですね、もう本当に修行から帰ってきたばっかだったんで、うん、福岡で売れると思って本当に帰ってきたのが一番だったんですけど、福岡博多、しかも博多阪急の、はい、もうリニューアル、あ、新築オープンの下ですからね。そうですね、なんで売れると思ってたんですけど、やっぱ勉強不足であったり経験不足だったかなというのは今でもよく覚えてるので、いずれまたそこに出ていくっていうのが最終的な、まあ、夢ですので、うん、その時はきちっと売り、いい、ね、それをここでまた話せる機会があればいい、ね、いいんでしょうけど、まあね、まだまだあそこでね、千鳥まんじゅう、千鳥まんじゅう、ひよこ、八幡まんじゅうの元祖ですとかって書いてあってね、はい、なんか圧力を起こすだけかもしれないですね自分、私たちはそう思ってますけどもね、はい、うん、お元ですとかっていうの、そうですね、なんでカステラまんじゅう安いからいいですよとか言っても別にそういうことではなく、安いから売れるというわけでもなく、もうそこから変えていかないとなかなか向こうで売るのは難しいんだなと思いました。この前来てもらった吉蔵の溝口さん、はい、博多に、はい、六本松のところに店出して12年とかだったけども、はい、本人もほらまだ試されてる気がするっていう風になんか言ってたんで、はい、そのなんかね、もう本当に田舎から出てくと大都会人が多い何でも売れますよとバンバン剤と思うけども、はい、そんなに甘いところではないですよね、甘いもんじゃないやっぱりっていうのはあります。目も舌も超えてるってことですし、はい、選択がものすごく多いんでしょうね。そうですね。他は博多以外はどこ、もうそれこそ久留米とかちょこちょこは行ってるんですよ、うん、行ってるんですがまだまだ全然、久留米どこ、久留米のその岩田屋さんのところとか、まあ、ちょろっとですよ、まあ、それも修行先の方が終わ、修行が終わってからすぐとか、そっか、あなたの修行はあそこでしたもんね、はい、どこだっけ、春日の風紀っていうお菓子屋さんで、うん、そこでですね、お茶茶まんじゅうって知らない、お茶茶まんじゅうっていうがあるんですよ、そこで修行してた、はい、修行してて、それの、久留米の、修行の後輩たちとかそういうのが久留米に結構おられて、それでちょっと出てみませんかということでちょっとしたことはやってるんですけど、で話に聞くと、その修行先での風紀での、ナンバーワンの、販売員の女性を嫁にして無理やりお店に連れてきたってことよ、はい、ナンバーワンだよナンバーワン、本当ですね、生かしきれどうとやろね、まだ社長に怒られてますけどね、あの詐欺だとお前だけ帰りゃよかったとよく言われてますね、はい、うん、そんな話も聞きましたし、そっか、あ、そういうふうなやっぱつてもあれば、はい、そうですよね、そうですね、だんだん売り方もやっぱり考えてきて、はい、ということで、まだまだ勉強不足で本当は経験不足ですね、うん、なんでもっとやっていかないといけないとは思っているので、井出口さんを見習って、いや私も本当まだペーペーですよね、いやでもなかなかね外に出ていくのが、その時々の日銭用をその目的でいくのか、はい、その後のリターンを考えるのかっていうのもやっぱ違ってくるやろうし、はい、なかなか難しいとこですよね、そうですね、うん、ということで、この物産振興会の事務局で、はい、名前が去年の3月から観光おもてなし課に変わったところがありますので、はい、そこの右代表が、はい、ここに来てますから、はい、ちょっと一言聞いてみましょうかいかがでしょうか、大牟田を出ての物産というのは。そうですね、やっぱり大牟田の町っていうのを外の人に知ってもらうためには、やっぱりこういった美味しいお菓子がありますよ、食べ物がありますよってことで出て行って宣伝をするっていうのは非常にいいことだと僕思うんですけれども、だから物産振興会のメンバーの方にも、またその他の方にも、まあ、積極的に外に行ってこう自分のところのお店の PR をすると同時に大牟田の PR あたりもしてもらえばという気はしますけれども、他人任せかなそこじゃなかった、まあね、そうだ役所のね人一メンバーだから、その自分がね、はい、市長ならばねこうやりますああやりますって言えるかもしれないけども、ただまあね、そうだね、ここ言い始めるとね、多分あと2時間ぐらいくだぐだ言うのでもう言いませんけども
じゃあちょっと最後本当になんか付け足しみたいで申し訳ないんですけども、今日持ってきてもらった一品、大人のティラミス大福、まず商品の紹介を。あ、はい、これはですね、大体あの普通、ティラミス大福っていうのをあの 4,5 年前作ったんですよ、作り始めたきっかけは、作り始めたきっかけがですね、うちの嫁さんがティラミスが好きで、ティラミスケーキですね、はい、なんかたったこの10分ぐらいで、うん、平原まんじゅうは、奥さんが回してるんだっていうのがよくわかりますよねそれでどうにかならないかなと思って、うん、ちょっと大福で大福ティラミス、あ、マスカルポーネチーズだっけ。最初は生地にインスタントコーヒーを入れてたんですよ最初。ティラミスはコーヒー？コーヒーなんです。あ、そっか、うん、あ、エスプレッソね、そうそうそう。で、中がもうクリームチーズみたいなので最初は作ってたんですよ。で一回やめて、で去年の9月ぐらいにまた作り始めて、うんうんうん、でその後になんかコラボの話が出て、物産振興会のね、はいはい、ブサトみたいなコラボ商品の中で、はい、それが出て、そのコーヒー屋さんもいるし、オウム乳業さんもいるし、うんうん、これはもうこれをちょっと究極の味にしたいと思って、ね、なるほど。で、はい、現在はまだその外側のコーヒーはコーヒー屋さんの本物のコーヒーの粉末が入ってるってこと。そうですね、本物ね、本物で、はい、中のそのチーズはまだ、はい、オウム乳業のオウム乳業のマスカルポーネチーズと生クリームを混ぜてですね、まあこれできましたっていうので、里山さんが新聞社に流したいですよって、そんなもん流したって耳向きもしないよって私言ったけど、まあしたいならしなって言ったら、はい、西日本新聞から各社取り上げてもらいましたもん ね、うん、ね、だから12月1日に販売っていう、新たにということで、でその時はですね、やっぱり200個ぐらい売れましたみたいな。うん、じゃあもう完全に定番商品としてもう置いてるってことですよね、はい、うーん、でなんか今度バレンタインに使いたいっていう人が出てきてですね、うん、そうだもんね、大分の下の人がですね50個ぐらい送ってくれる、おいい感じですね、はだからか地方発送もするんですね。そうですね、冷凍、なるほど、冷凍かけて、急速冷凍かけてですね、これ冷凍の半解凍ぐらいで食べたらめっちゃ美味しいかろうねっていうのはね、っていうのはさっき一個食べさせてもらったんだけどまあね、上に当然同じようにココアパウダーがかかってたからうちのなんかシナリオの上で食べてたらとちぎれた中から中身がドジャーって下に落ちたりとか慌ててここの事務所にすみませんティッシュ貸してって言って行ったりとかって言ってめっちゃ怒ろうと思ってたんですけども、結構でも半解凍はそれこそ、うん、美味しいと思います、ね、歌詞の北原の、うん、黒黒みかんと一緒で、そうですね、うん、食べにくいやつはシャーベット状をね、うん、で食べると美味しいっていうのはこれ正解かもしれない、うん、それで売るといいとよ、うん、夏場も売れる、あ、そうですね、うん、それで冷凍して販売する、どっかのパン屋さんがやってたぞマルキパンかなんかがシュークリームを冷凍して、はい、あ、そうなんですか、で結構売れてたとかって言ってましたもんね、うんうん、そっか、いい感じですね、それはね、そうですね、うんうん、じゃあこれで売れた時のマージンは物産振興会の方に、え冷凍して売れたやつは、それはほら井出口さんに言うんじゃなくて井出口さんの奥さんには、はい、あ、そうですね、分かりましたそっか、うん、じゃあそういうことで今日はまあちょっと内田さんがねいなかったのが残念でしたけども、はい、まあ本当にうちの大牟田物産振興会の最大の欠点は外に出ていく力がないというところあったけども、うん、はい、まあ今回は3店舗で出ていったんで、例えばそこに5店舗でも出ていってっていうような形でなんか少しずつでもね出ていければいいかなというふうに思いますし、まあこういうなコラボの新商品とかができれば、まあ、それはそれでまたね新しい開拓になるかなと思いました。はい、ということで、今日のゲストは、ひだばるまんじゅう井出口さんでした。どうもありがとうございました。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 はい、ここでプレゼントのお知らせです。井出口さんよろしくお願いします。はい、
うちの、全店舗でですね、500円以上お買い上げの方に、担当聞いたよと言われたら全商品の中から一つプレゼントします。はい、っ腹です、ね、と明日から、はい、火曜まで、火曜まで、明日の10、明日19日木曜日から24日の火曜日までですね。わかりました、はい、全店舗で、全店舗でありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そろそろ閉店の時間が近づいてきました。番組では温かな応援メッセージやオブラートに包んだ優しいご批判メッセージをお待ちしております。この前メッセージ来てたね。来てましたね、桃カステラさん、ありがとうございました。いや、どういたしまして。やっぱり宛先は 793@fmtanto.jp です。またふるさと大牟田屋の Facebook ページもチェックしてみてください。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田屋、また来週1月25日水曜日午後2時に開店いたします。それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございました。街の隅でくすぶっていた